はい、こんばんは。いやー、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 こんばんは。4月5日月曜日、本日は博多メモリーズをおきましてですね、今までにないイベントが開催されるということで、そうですね、2回のステージが始まったんですけれども、まずは皆さんもちろんご存知、一緒に言ってみましょう。おめでとうの一言、せーの、おめでとう。おめでとうございます。もう本当にね、ドキドキでしたよ。もし昨日ね、そういうのがなければ、今日は皆さんが沈んだ顔をして私はステージにいないといけない。以降はですね、私、福岡から逃げないといけませんでした。ね、勝てば官軍、負ければ賊軍という言葉がございます。自分を、追い込みすぎですよ。そうですね、あのね、大会の翌日にこういうイベントを企画する時点でですね、もうね、はい、自分をいじめすぎだと思います。そう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 、私、僕ですね、エルビスも好きなんですけどね、もう一人好きなアニメのキャラクターがいまして、ベジータという方がいました。ザ・ストイック、それをね、抑えるために、その炎を抑えるために、この前、滝行に行かれました。滝にね、滝に打たれて、頸椎を痛めたそうです。はい、皆さん、いたわってあげてください。はい、そうなんですね。あらまあ、ほら、お客様からお花のプレゼントだ。ありがとうございます。すみませんね、もう、昨日の今日で、ほんと、あといっぱい勝ちますから、ありがとうございます。ありがとうございます。あと一回勝ち止めますから、なんなら今日だけでも一球で来てしまうよ。まあもちろんね、知らなくていらっしゃってる方はいないかもしれませんけど、一応ね、言っておきましょう。今何が起こっているのかということをですね、説明しておきたいと思うんですけれども、私たち雪広バンドのリーダーであります西島幸広、昨日4月8日に博多でですね、行われましたエルビス・プレスリーフェスティバルの、コンテストにおいて優勝しました。日本一になりました。おー、ありがとうございます。よっ、日本一。わお。近いね、佐藤さん。もう本当にもうお祭りですよ、今日はね。お祭りです。ありがとうございます、はい、あ、もうありがとう。もうありがとう。アメリカのグラフィティさんでもすみませんね、本当もうありがとうございます。店長ありがとうございます。いや、違う違う、はい、店長持ってくれたらダメよ、ね、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、ということでですね、初めて福岡で行われたんですけども、このエルビス・プレスリーフェスティバル、はいはい、エルビス・プレスリートリビュートアーティスト日本一になったということでですね、今日はちょっとオープニングからエルビス・プレスリーのナンバーをお送りさせていただきました。でもう一つね、ちょっとお伝えしたいことがあるんですけど、はい、まあ、昨日来られた方は分かると思うんですが、はい、あれ今日また同じの着てるんじゃないかと、洗ってないんじゃないか、もしかしたらお風呂にも入ってないんじゃないかと思っている方たくさんいらっしゃると思いますけど、あれね、ちょっと違うんですよ、衣装が。ね、絶対思ってないです。そのまま来てきたと思ってるんですよ。ちょっとね、違うんですね。それだけ、なので、臭くないから。臭くないから、違うとこ逃げられるんですよ。ね。それはもう皆さん、ステージが終わってからですね、それぞれちょっと匂いを嗅いで確認していただきたいと思いますけど。やばいやばい。はい。もうね、はい、ということで、本当に今日はなんかちょっとお祭り騒ぎといいますか、もう楽しくですね、そうですね、やっていきたいんですけれども、はい、私たちだけじゃございません、もちろん今日はですね。そうなんですよ。これもまたもうないことですよ、なかなか。わざわざ、昨日、ちゃんと営業をして、営業終了後に車で皆さん、京都から、本日はですね、アメリカグラフィティーズの、メテオドライブさんが来ています。ありがとうございます。はい、いません、いません、探してもいないですよ、今準備中ですね、はい、ということで今日はですね、全部で5回ステージあるんですけれども、はい、私たち雪広バンドは1回目と3回目、そして京都からのスペシャルゲストメテオドライブが2回目と4回目のステージをお送りしまして、5回目でバトルロイヤルというふうになっておりますので、皆さんぜひ、ね、どなたかからね、その普通ほら、バツとかするじゃないですか、バツ、クロスとかね、なんかアンドとか、VS ってなってましたよね。そう、ポスターに VS って書いてあったんでですね、これはどういうことかな。もしかしたらね、こちらがプロレスリングに変わる可能性もあるんではないかな。まあ、ですね、まあ、最終ステージはちょっともう全員がっていうのはちょっと難しいかもしれませんけど、はい、みんなでね、楽しくやりたいと思いますので、皆さん今日はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、はい、それでは、はい、まあ、言うまでもありませんけど、言っときましょう。私たち、雪広バンドでーす。怖い怖い。興奮してるんですよ。はい、ね、もうね、さっきから何回も雪広バンドって言ってますけど、
ユリヒロワンダです。会場でずっと踊ってくれてましたからね。ね、ありがとうございます。あ、よかった。あ、映ってました、テレビ。あ、よかった。今日ね、あ、今日ね、そうそうそう、アルケビね、映っとった、映っとった、嬉しいですね。はい、それではね、ここからどんどんお送りしてまいりましょう。はい、いつものように喋っておりますと、1曲ぐらいしかできなくなってしまいます。そうなんですよ、我々は喋りっぱなしですからね。はい、それではここから4曲をお送り出しましょう。はい、まずは定番から、ロコモーション。Thank you.
Thank you.
二曲目にお送りしましたのは組姫、太陽に吠えましたね、吠えました、バキュン打たれましたか、皆さん大丈夫ですか、女性でも打たれる、あ、そうですね、もう女も男女関係ないですね、いいですね、男女を超えたね、愛ね、愛、魅力、魅力でございますよ、はい、はい、そして3曲目、もうね、もう皆さん言わずとも分かっているかと思いますけれども、今日は雪広エルビスオンリーでお送りしていきたいと思いますね、そうですね、お送りしましたのが、はい、You gave me a mountain、 マウンテンですね、うん、今日ね、東京からの方は東京とかから来ていらっしゃったんですね、関東からようこそ、博多、もちろんね、関西方面もたくさんね、関東、関西、はい、ね、今日はね、うん、その熱をね、あとはほら、オールディーズはあのアメリカングラフティーズさんが大丈夫、私たちもやるよ、そうやね、私たちもやるよ、私、今あなたの話をしてるんですよ、 あなたの話ですよ、そうですよ、ね、エルビスはもう、うん、あの今日それのために来てくださってる方がほとんどですから、ユキヒロはもうね、今日はもうエルビスプレスリーを今日もふんだんに皆様にお送りしていっていただきたいと思います、はい、あ、You gave me a mountain、 結構マニアックなですね、エルビスプレスリーの曲も出てきますので、はい、あ、こんな名曲もあったんだと、ユキヒロが今日歌ってるのは全部エルビスだということを頭に置いて皆さん弾いていただきたいと思います、はい、そして4曲目、レイチャールズ Unchain My Heart ですね、お送りしました、今回第1回目、まだ1回目なんですね、はい、まだ1回目ですけれども、ここでもう1曲、エルビス・プレスリーのバラードを皆様にお聴きいただきたいと思います、これもですね、とても素敵な、ナンバーなんですが、もともとはライチャス・ブラザーズですね、ですね、あのゴーストのテーマを歌ったライチャス・ブラザーズの、はい、曲をエルビス・プレスリーがカバーしたナンバーになります、はい、お送りいたしましょう、はい、You've lost that loving feeling、You never close your eyes anymore when I kiss your lips. There's no tenderness like before in infinity.
世界大会で、メンフィスの方に行くようになるわけですけれども、ゆきひろですね、はい、はい、お客様からのメッセージで、メンフィスでも頑張ってね、時差ボケに注意ってね、書いてありました、ね、確かにね、もうボケてますよね、もうボケてますよね、あ、そっか、そうだった、忘れてた、ということで、まあ、確かにね、時差激しいですからね、激しいですもんね、ちょっと早めに入らないと、やっぱ難しいですか、調整、なんかこう、前の前乗りみたいな。そうですね、11日かね、8月の11か12にコンテストらしいんで、うんうん、9日ぐらいに行くらしいですよ。あ、やっぱ2、3日前にね、うんうん、そうですね、それでいろいろ整えとかと、もう滝はアメリカにはないけんね、滝に打たれんよ。去年行った時が、デルタ航空の通信機器トラブルに巻き込まれまして、うん、もう大変だったんですよ、荷物とかももうはぐれちゃって、路線も全部変えられて、かつ、誰とも、誰もその一緒にガイドさんとかいない状態で、もうむちゃくちゃで、でまあいい勉強になりましたけどね。見て見て、これ引いてる、そんな引かれないここ置いてやれないすごいトークライブみたいになってますよ。そうですよ、やばいやばい、時間ないよ、30分だよ、私はい、ラスト、じゃあ、2曲いきましょう。はい、ラスト2曲いきたいと思います、先ほどですね、アンチェンマイハートで、ギターソロかっこいいのを弾いてくれましたリッキーの登場でございます、皆さん、yeah. 1曲目からツイストナンバーでした。よろしくお願いいたします、yeah. それでは、行ってみましょう。ドライビングギター Our heart never wants to be. Someone wants to make sure.
Yeah.